まずはですね、黙祷から始めたいと思います。2年前の地震津波で亡くなった方、そしてその後もいろいろな苦しみを抱えていらっしゃって、亡くなった方をに黙祷を捧げたいと思います。立てる方はお立ちください。無理な方はどうぞ座ったままで結構でございます。よろしいでしょうか。黙祷始めます。多くの地方自治体が、そして政治家がですね、福島の原発事故はなかったとさえ言いかねないような態度を今示しています。少なくとも福島の事故は終わったということは2年前から言われ続けてきた政治家によって声明され続けてきたことであります。今現在3つの、私としての決意というかそういうものを持っています。それは広島、長崎、そして福島をなかったことにしようとするそういう連中とは戦うと、それが第一です。第二はもう一台の原子炉も再稼働させない、そのために働く、それが第二です。そしてもう一つは今日のデモのコースを完走というんじゃありませんが完歩するために努力するというのが私の決心であります。私たち福島県民、特に私もそうですが、多くの住民が被爆をさせられて何の制裁も受けずに今ノーノーとして加害者はいることに心から怒りを覚えております。ぜひこの声を全国あるいは世界にお伝えをいただきたいと思います。よろしくお願いします。私は忘れません。一月ほど前、福島南相馬の土曜日、ちょうどこの時間雪が降ってました。目抜き通りに人影はなくて、雪の中に信号だけが点滅していたあの光景を私は一生忘れません。仮設住宅から通い続け、相馬の野馬追いの馬たちが食べる藁をただ黙々と切っているあの人の姿を、そして深い深い馬の目も私は忘れません。私は要求します。何度でも繰り返し要求をします。被爆しながら原発の中で黙々と今働いているこの日本の命運をかけた人々もいるということを私は約束します。当たり前です。誰が福島を忘れることなどできるでしょうか。誰が忘れられる。毎日を反原発、原発的構造そのものに反対し続け、できることは全て取り組むことをもう一度ここでお約束しましょう。斉藤由香さん、この方は福島県にお住まいでしたが、去年1月京都に避難された方です。斉藤由香さん、お願いします。私は子供が4人おりまして、震災当初は、福島市飯野町というところにいました。原発から約50キロ弱ぐらいの町です。今は強制避難区域になった飯舘村がうちの町に来て、いろいろもう変わらない状況なんですけれども、震災が来る前は本当に平和に暮らしていました。でも震災が起こって原発が爆発して、その時もよく私の中ではよく分からなかったんですけど、でも新聞を見てても、毎日新聞を見ててもだんだん地面の高い線量の方を報道しなくなって、空間線量ばっかり報道するようになって、なんかおかしいなと思って、
で、その線量もよくわからない人間だったので、それからネットでいろいろ調べて、もうあそこは放射線管理区域で人は住んじゃいけない地域なんだって自分で測って目で見てやっと分かって、それからいろんな周りの生活がすっかり変わってしまいました。で、当時の5月の23日に20ミリシーベルト撤回交渉で文科省に行きました。その時からもう本当に自分の普通に仕事をしていた仕事も手につかなくなって、で、周りの家族や友達とか一番大事だと思う人にこの状況をすごく説明したんですけど、全然やっぱり実感が湧かなくて、やはり目に見えないので、そこをどういうふうに伝えていこうかと思って学校の先生のところにもしょっちゅう通ってました。で、うちは子供が多いので、中学校、小学校、保育所の先生それぞれに先生に言いに行って、まだ全然除染もする前にもう外に出そうとしている大人がたくさんいたんです。全然もう本当は子供そんなとこで遊んではいけないって分からないんです。みんな本当に知らされてなくて、すごく報道の人たちがたくさん福島に来て、なんで避難しないの、なんで避難しないのって言われていたんですけど、うちは避難区域ではなくて強制的に避難しろって言われてない区域で、でも放射線管理区域なんですけど指示が出ていない地区です。なので自主的に避難するほかなくて、でもやはりほとんどの人が動けていないっていうのが現状で、私はもう何とかして動かなくちゃいけないっていうふうに思って、やっと去年の1月に京都に避難を決断して動いたので、遅い方なんです。うちは福島に高校生の娘が普通に生活しているので、やっぱり大きい子供はなかなか連れてくることができません。自主的に強制的になんて言ってもやはり言うことを聞かないので、連れてくることができなくて悔しい思いしてるんですけど、親たちも私こうやって来れてるのも親が元気だから来れてるんですね。介護状態だったりしたら私本当に京都に避難なんかできないし、地元で踏ん張っていくしかないんです。みんな本当に顔で笑ってるかもしれないんですけど、心の中ではすごく泣いてるんですよ。そういう状況を本当にもうみんな終わったって、収束したってすごい思ってるみたいなんですけど、全然そうじゃないんだっていう、むしろ悪化しているんだっていうことをもっと報道の人たちに取り上げてもらいたい。私たちも本当に忘れ去られるんじゃないかと思って、すごくもう不安でいっぱいなんですけど、動く人も決まってくるんですね。私も本当に何度ももうやめて帰りたいとか思ってしまう時もあるんですけど、やっぱり誰かが言わないときっと変わらないし、これから子どもたちどうやって守っていったらいいのか、本当自分しかもう信じる人がいないくらいの状況なんですけど、やっぱり大人の責任でこういう社会作り上げた以上は、私も大人なので責任があると思って、ただ単にそういう気持ちだけで京都に避難をしました。皆さんの本当に力が必要なので、ぜひ本当に福島の人たちも頑張ってるんです。なのでどうか頑張って、皆さんの協力でなんとかこの世界を変えてもらいたい。この国がこんな国だったなんて、もう最初はもう本当にがっかりしてたんですけど、もう今こうやってみんながこっちを見て聞いてくれてる人がこんなにいるっていうことを、はい、私は今確認できたので、ぜひこれからも協力してください。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。